志村敏郎区長の死去に伴う練馬区長選挙が昨日行われ、東京都の福祉局長などを務めた大学教授前川昭夫さんが初当選しました。万歳万歳万歳。今回の練馬区長選挙は新人4人による短期決戦となりました。その中で前川さんは都庁幹部として認証保育制度の創設に関わった実績などを掲げて区政改革を訴え、77,651票を集めて初当選しました。私がこれまでやってきた福祉であったり、あるいはまちづくりであったり、そういった問題っていうのは私が公約をした問題とぴったり重なることが多いんですね。だからその実績を、ささやかですが、その経験を全力で投入して頑張りたいと思います。一夜明けた今日は区役所近くの事務所で早朝から前川さんが初当選を祝う電話の対応に追われていました。まあ、あんまり普通と変わらないけど、やっぱりちょっとまだ緊張してるかもしれませんね。午前9時過ぎ、前川さんのもとを選挙管理委員会の本橋委員長が訪れて当選証書を手渡し、前川区長が正式に誕生しました。いや、やっと実感が出てきましたね。うん、紙は1枚だけど、やっぱりこれにはね、71万区民か、ね、重みがかかってますからね。前川新区長は、福祉や医療、まちづくりなど、6つの政策を中心に、練馬区の発展を目指していくということです。